人の男が山に帰っていた。ただそれだけの話じゃないか。慌ただしい季節の中で花束投げたあの子の言葉がこだまして帰ってくるけど、雪の解け水の音に消されて、まだ静けさが訪れる。忘れちまえよ、あんなやつのことは。こんな可愛い人を残して一人で行くなんて、あいつがたとえ何も残さなかったのは、あいつにすれば精いっぱいの愛だったんだね。まだ山で迎え